9キロ、ミョンヒョンマン。アジアの巨星がこのライジンのリングに登場。韓国赤穂ミョンヒョンマン、188cm 104.7kg、 ミルコクロー カー。必殺の左ハイキックが今日の会場を見せるか。ターミネーターイズバック、クロアチア、ミルコ・クロコップ。なおこの試合はライジン2019。いよいよライジンのリングに画面右、ミルコ・クロコップが帰ってきました。ライジン無差別級トーナメントルール、5分2ラウンド制です。判定で決着がつかなかった場合は5分の延長戦、エクストララウンドに入ります。さあミルコ・クロコップ、そして韓国のミョンヒョンマン、ストライカー同士の対戦が始まりました。さあ高田さん、はい、いよいよミルコ・クロコップ帰ってきましたね。ヨンホン選手 とにかく前へ出てきますからね。そうですね、気が強いんで、ガンガン打ってきますよ。今もそうでしたけど、うまく捕まえましたよね。そうですね、あのミョンヒョンマンはですね、あの本来は離れて戦うスタイルなんだけれども、今回はインファイトを仕掛けたいという話をしていたんですよね、ですから早くも組みついていく形になりました。しかしコーナーを背負わせたのはミルコ・クロコップ。さて川尻さん、はい、川尻さん実はこの戦いに対してはですね、戦前の予想としては興味深いことをおっしゃっていまして。そうですね、僕はまあミルコ選手ちょっと苦手なタイプかなっていう。あーけど、テイクダウンです。テイクダウンを取りました。グラウンドになったらミルコの方が優です。そうですね、この辺やっぱ引き出しの多さっていうか、今まで くぐってきた修羅場の違いでしょうね。まあミョンヒョンマンはストライカーではあるんですけれども、まあ、自分自身グラウンドの状況で戦うのはあまり得意ではないという話をしていました。マウント取りましたね。マウント取っています。ミルコ・クロコップが総合格闘技 MMA とはこう戦うんだということを示すかのようにマウントポジションを早くも取っています。小池さん、寝てから引き出し多いですよ。そうですね、小池さん、はい、やはりワクワクしますよね、このミルコ・クロコップの試合というのはね。まさかね、また見れるなんてって思いますけど、うん、まあ、ヒョンマン選手にとってはね、ここをミルコ選手倒したら本当に大きなチャンスですし。そうですね、ですからチャレンジしていくものの、ね、強さというのもありますからね。そうですね、思い切りミルコ・クロコップにぶつかっていこうという韓国のミョン・ヒョンマンです。これ一発ミルコ食ったら、ヒョンマン大スターですからね。そうですね、本当に美味しい相手ですよ、はい、ただ現段階ではマウントポジションを取っているミルコ・クロコップ、ヒョンマン選手ちょっとディフェンスの仕方も多分分かってないですね。そうですか、抱えてるだけなんで。そういうことはこの状況からなかなか逃れられない。そうですね、そして腕を取り始めました。ちょっと嫌がってるよ。 V1 アームロックですかね、ここから、はい、さあアームロックに入っていこうというところで、手を固めながら殴ってますね。入ってますよ、はい、左手を出して、そして殴っていく。あ、肩固め、さあ肩固め入っていました。完全に捉えている。肩固め、ミルコはミルコだった。完勝だ。時の流れを感じさせるレジェンドファイターミルコ・クロコップ、トーナメント1回戦突破。ここから先見えてくるのはあのバンダリーシューバとの一騎打ちか。何にもさせなかったね。まさに完走、格の違いですね。もうシャリアと、いや関根さん、はい、貫禄勝ちですね。やっぱり今まで戦ってきたノゲイラとかね、ヒョードルとかね、もう一流選手でやってますからね、はい、ミルコは。はい、違いますよね。まさに乗り越えた修羅場が違うというところ、それを見せましたよね。まあ、しかし川尻さん、はい、マウントポジションを取って相手の左腕を取ってからもまた打撃を続けて、そうですね、ミルコを話しますね。さあミルコのコメントです。 Thank you for this great support. You have no idea how good I feel now and how happy I am to be here in Saitama again. 皆さんこんばんは。日本に戻れて、いい形で試合を終われて、とっても幸せです。どうもありがとう。Veliki pozdrav svojim navijačima u dvorani koji su s Hrvatske došli. Mojim gostima, Kikiju, Ivanu, veliki pozdrav.
najveći mome sinu Ivanu i Filipu koji gledaju, ali Ivan je malo stariji pa on, ne znam da li je Filip gledao. Pozdrav moje obitelji, mojim prijateljima i svima koji gledate putem streama ili koji ćete gledati putem Nove TV. Hvala vam. すいません。 クロアチアのこのトランスレーターがいないので、 なんて言ったかちょっと分かりませんが、母国に生放送をしているので、多分お母さんに勝ちましたよと言っていると思います。 I just say hi to my friends in the arena. My friends, I mean, who came all over from Croatia. And for people who are supporting me in Croatia, to my family, to my two sons, and to the people in Croatia who are watching live and who is going to watch later broadcasting. 今言った通り、クロアチアの家族、ファンの皆さん、そしてクロアチア国民の人たちに勝ちましたよという報告をしてました。どうもありがとうございます。 唯一自分が敬意を表するのはやはりお母さんのアナさんだという話をしていたミルコ・クロコフ、そこにまた長男イワン君であると、また次男のフィリップ君も応援しています、奥さんのクラウディアさんも母国で応援しています。あ、そしてまたマイクを取りました。シューバーへのメッセージか。この December 29th、 If you agree we can ask him to come up and to ask him, does he really think so andIf you really want it. おっとシューバーが立ち上がりました。バンダレーシューバーが多分試合をしたいと言っていたので、今リングに入ったバンダレーシューバー、リング上がりましたね。向き合った両者、いや同じリングにミルコとシューバーが立ってますね。そうですね、今度はシューバーです。ミスタカダ、プリーズカミンドリング。高田本部長、リングに入ってちょっと仲裁をしてくださいという。呼ばれましたよ、ね、高田屋の人、統括本部長が言われています。高田さん、聞いてないな。行きましょう。何でしょう。さあ、ここにミルコ・クルコップ、そしてバンダレーシューバー、高田の人、統括本部長の3人。うわ、この絵はたまらないな。一つ来人の名シーンがこれから繰り広げられるかもしれません。タイムスリップしたみたいですね。本当ですね。往年のフェイド時代を思い起こさせるようなシーンです。そうです。ちょっと質問してもらってください。ミルコ、ミスターミルコ、なんで私呼んだんですか。 Why did you call me? あの、高田さんにこの場に立ち会っていただいて、はい、10月29日、ええ、このカードが実現するのかどうかを、それ確認なんですけど、12月29日